予備自衛官、予備自衛官、予備自衛官とは自衛隊、陸上、海上、航空が予備要員として任用している非常勤の自衛官のこと及びその官名。特に予備自衛官の官職、または官職にあるものを言う。非常勤国家公務員として有事、訓練等の際に招集され、自衛隊における各任務につけられる。一般の軍隊における予備役。 大日本帝国海軍における予備員制度等に相当する。予備自衛官とは常に維持する常備自衛官の人数を抑え、必要な時だけ効果的に増員するための制度、またはその任にある自衛隊員の官職及びその職にあるもののことを言う。身分は、非常勤の防衛省職員、非常勤の特別職国家公務員、自衛隊員であり、 防衛省職員の定員外とされている。管理は各地方協力本部が行っており、予備自衛官をもって、官名としている。自衛官を体感した者、予備自衛官補の教育訓練を終了した者より、任官させる。予備自衛官補の課程を終了して、予備自衛官に任官した者を特に、公募予備自衛官といい、現役出身者と区別することがある。即応予備自衛官。 予備自衛官補と合わせて予備自衛官等という予備自衛官制度の発足は1954年昭和29年であり2004年平成16年には予備自衛官50周年を迎え予備自衛官50周年記念中央訓練や記念祝賀会日米予備役懇談会などが挙行された採用の推移としては1961年昭和36年に 幹部自衛官たる予備自衛官が初めて採用されるようになり、一巻が10名程度採用された。また、女性予備自衛官については、予備自衛官制度発足時より看護師などの職種で募集されその要因が年々増加傾向にあった。一般の女性予備自衛官としては、1995年、平成7年に募集され、2004年時点で約1100人に上るとされ、その後も、 序に増加している。2002年、平成14年には、左官の予備自衛官も採用されるようになっている。2008年現在で、約24万人の現役に対して、約5万9千人。2013年現在で、約23万人の現役に対して、約3万2千人の予備自衛官が登録されている。現在の予備自衛官の定員は、約5万人であるが、 重速率は定員の約7割に過ぎず、予心番現在の定員通りの人数が集まったとしても、現役の2割から2割5分ほどにしかならない。これに対して、諸外国の軍では、一般に、予備役は、現役の半数から同数を揃えるのが、一般的であり、さらに徴兵制度を敷いている国家では、予備役の方が現役より多く、数倍から十数倍を要するケースもある。 自衛隊及び予備自衛官制度が全志願制であることを勘案しても、もともと自衛官の国家総人口に占める割合が諸外国各国の軍のそれらに比して高くない。本来であれば、訓練には最初から最後まで連続して出頭することが連度の面でも望ましいが、一般企業での勤務など、普段の社会人としての生活と予備自衛官としての職務を両立するため、 予備自衛官、年5日間及び、即応予備自衛官、年30日間の訓練招集には分割出頭が認められている。ただし予備自衛官補の教育訓練招集には、分割出頭は認められておらず、各タイプごとに、連続5日間の出頭が必要である。予備自衛官、5日間の場合、3日間と2日間、または2日間と3日間のに分割が認められており、 連続出頭日数が確保できれば、訓練日程中で出頭する日は特に問わない。例えば、金火曜日までの5日間で訓練が実施される場合、金土日曜日と出頭したら、次回は月火曜日の訓練に出頭しければならないというわけではなく、金土日曜日の3日間と土日曜日の2日間、というように2回の週末に分けて出頭することも可能である。 自由民主党国防部会では、日本の予備自衛官の規模や機能、及び役割などが、各国の予備役と比較して、非常に限定的であることから、これに対する改善を図るとともに、現在では、2佐、中佐相当までに留まっている、公募予備自衛官を、1佐、大佐相当、陸上自衛隊では、1佐、一、 各所外国軍の順将相当とされる及び召喚など上位の階級への運用も行うこ,ことを提言している。民主党も2003年、平成15年に策定したマニフェストにおいて予備自衛官の拡充を提言していたが、2009年度のマニフェストではこの提言は除かれている。政権交代以降予備自衛官の定員に増減はなかったが、2010年間内閣により、 平成23年度以降にかかる防衛計画の対抗が発表され、防衛費の中の大きな割合を占めている人件費を抑制する施策として、厳しい財政事情の中で有効な防衛力を確保するため、退職自衛官の有効活用を図り、公的部門での受け入れを含む最終職援護や退職後の礼遇等に関する施策を推進し、 官民の協力や人的交流を積極的に進めるとして、常備及び、即応予備自衛官の削減と、それに代わる、予備自衛官の活用を、今後の政府方針として打ち出している。予備自衛官等制度では、任務の内容や、招集の義務レベルに応じ、大別して、非常勤の隊員の任用形態として、即応予備自衛官、予備自衛官、 予備自衛官補の3種を定めている。招集を受けて応じなければ、登録は抹消される。任期を継続すれば61歳まで継続可能。予備自衛官の処遇は、訓練をお賞に応じて1日8100円、その他に毎月4000円の支給がある。ただし、予備自衛官の訓練期間に定められている、訓練日数を満たさずにいる場合、給与は停止し、 再び訓練に応じるまで末置きとされる。聖金者には、勤続年数に応じた表彰がある。予備自衛官は前述のように元自衛官及び、予備自衛官補償集教育訓練終了者により、編成され、日常は他職業ないし学業などについている存在である。いわばアルバイトの自衛官、または、消防団員に近い。そのため、いかに勤勉な予備自衛官であっても、 訓練に応ずるのは、周囲の理解や協力を要する。特に非雇用者である、予備自衛官は雇用者、上司からの了解と欠勤中の業務を同僚に、委ねざるを得ない面もあり。そのため、予備自衛官は、本業との兼ね合いにおいて、不利益をこむりやすい立場にある。そのため、自衛隊法第73条では、何人も、費用者を求め、 または、求職者の歳費を決定する場合においては、予備自衛官である者に対し、その予備自衛官であることを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。と定め、道場の2において、すべて使用者は、費用者が予備自衛官であることまたは、予備自衛になろうとしたことを理由として、そのものを解雇し、その他これに対して、不利益な取扱いをしてはならない。と定めている。しかし、これは、 罰則規定がないため、身分保障としての実効性は、薄いとも指摘され、逆説的ではあるが、本条項の存在ゆえに、予備自衛官の民間での採用が躊躇される一因となっており、同じ制度である、即応予備自衛官や、予備自衛官補で共通した課題であるとされる。また、予算計上の順位は低く、予算を別な行事や訓練等に利用されることにより、 地域や訓練部隊によっては、予算不足のために出頭訓練参加を断られたり、分割出頭を認められなかったり、実弾射撃訓練を中止することがある。主に関越、関関式のある都市は、顕著に現れる。基本的に防衛出動、災害派遣等で招集がかかった際、出頭時から任務終了までの間当該の階級及び、 指定合法に応じた報給が支給される。予備自衛官に対する表彰は、自衛隊法第5条の自衛隊員に対する表彰に、関する規定、及び陸上自衛隊にあっては、予備自衛官及び、即応予備自衛官の永年金属者表彰の実施について、海上自衛隊にあっては、予備自衛官永年金属者表彰の実施について、という通達に基づいて実施される。 予備自衛官及び、即応予備自衛官には、以下の表彰制度が定められている。予備自衛官は1954年、昭和29年に、時の防衛庁長官、木村徳太郎のもと、陸上自衛隊において、予備自衛官制度が創設された官職である。当初、退職した自衛官を対象として1万5000人の予備自衛官の任用が図られた。 有事に不足する常備自衛官の人数を補うことが同制度の目的であり、平時は民間にて就労する元自衛官を予備自衛官し、一人期を三年、必要な防衛出動に召集する義務を付与することが定められた。九百七十年、昭和四十五年には海上自衛隊、九百八十六年、昭和六十一年には航空自衛隊においても導入されて、 今日に至って、予備自衛官の身分は、非常勤の特別職国家公務員であり、任官者には、予備自衛官手当、訓練招集手当がある。予備自衛官は、陸海空の3自衛隊において、運用の仕方が異なり、特に陸上自衛隊においては、予備自衛官より、即応予備自衛官、予備自衛官補という採用区分が派生している。 今日では自衛官勤務1年以上の勤務者で、退官後1年未満の者、予備自衛官補の召集教育訓練を満了した者を対象として採用される。本校冒頭にも前述した通り、予備自衛官に任官された者は普段は、社会人として働きながら、防衛召集命令、災害召集命令、国民保護等召集命令により召集された場合、 出頭した日をもって自衛官となり活動する。一定の連動を維持するため、訓練召集命令により出頭し、年間一定期間5日の訓練を受ける。普段は社会人として一般企業に勤務しているため、訓練に参加しやすくするために分割出頭が認められているなどの措置が取られている。しかし、予備自衛官の訓練は法律上、 20日間実施が可能とされるが、本業との兼ね合いが困難となっていることから、年間5日間とされているのであり、本来予備自衛官として必要な連動を確保することは難しい状況にある。そこで、1997年、平成9年には、陸上自衛隊が年間30日の召集教育訓練に応ずる義務を有する即応予備自衛官の官職を創設。 常備自衛官の退職者並びに予備自衛官より先行された者を任用して有事に即応し、かつ一定の連動を有する人員の確保策が図られるようになった即応予備自衛官については当該項目を3。このように予備自衛官は陸上自衛隊を皮切りに陸海空すべての自衛隊にて任用され、さらに陸上自衛隊では 即応予備自衛官の任用を始めるなど、二重三重の予備人員の連成確保策を推進してきた。しかし、予備自衛官の人数は年々減少し、退職した自衛官に限定した人数の獲得が困難となったこともあり、自衛隊において勤務経験のない一般国民を対象として、予備自衛官補の採用を始め、2001年以降より一定の 招集教育訓練を終了した者を予備自衛官とする制度が発足し、これまでの予備自衛官制度を大きく転換、改善する取り組みが始まりつつある。特に予備自衛官補制度の新設を通じて、予備自衛官の任用の対象を一般国民にまで広げたことは、予備自衛官等制度発足した1950年代と比較すると極めて画期的なことであった。 自衛隊が発足して間もない1955年8月に、防衛庁長官、砂田重正により高等学校、大学等の卒業生を対象20ヶ月、ないし1年間、自衛隊の学校に入校させ、予備幹部自衛官とする構想を記者会見で発表したが、個人的な見解の部分が多く、政府部内でもあまり検討は進められなかった。 戦後間もない社会情勢の中で自衛隊に対する警戒や懸念が強かったこともあり、頓挫し防衛庁長,長官が更迭される事態に発展したことがあった。なお、砂田の悲鳴は予備幹部自衛官制度の提言のみらず、地域社会に強度防衛隊なる民間防衛組織を作り、主に地域の青少年に民間防衛の役割を担わせる強度防衛隊構想を掲げ、 一連の提言が世論の批判や懸念を招き更迭となっている。現在でもその綾子や西村慎吾が似た言説を唱えおぶ罪を醸している。1990年代以降に入ると冷戦の崩壊やテロリズムの拡大、災害の大規模化、北朝鮮による日本人立ち問題が明らかになり、 日本国民の間にも安全保障上の懸念が強まる中で自衛隊に対する国民の雷や期待が高まってきた。このような国際情勢の中で始まった予備自衛官補制度の発足は若年者を中心に定員を大きく超える応募者が募りつつあり、予備自衛官等制度の一翼として定着しつつある。このように今後も安全保障環境の変化の中で 予備自衛官等制度に対する期待も寄せられつつあり、予備自衛官をはじめとした予備要員の適正な人員の獲得と能力の向上、またそのために予備自衛官等制度に対する国民の理解を得ることが当該制度の定着を図る上での課題となっている。近年では予備自衛官の新たな運用構想に基づき従来の5日間訓練に加え、 予備自衛官の中から選抜されたものを中央訓練に参加させたり、5日間以上の訓練日程を組むことも行われている。現在では予備自衛官に情報化職種の創設を行い、予備自衛官補出身の技能公募予備自衛官のうち、語学採用のものを情報化に移動可能とすることや、一般公募予備自衛官の運用職域の拡大等、様々な検討がされている。 2011年、平成23年3月16日、東北地方太平洋沖地震の被災者支援のため、制度史上初の実践招集が行われた。当初は陸上自衛隊に所属する予備自衛官のみを対象としていたが、1ヶ月後の4月16日には、海上自衛隊及び航空自衛隊の予備自衛官に対しても災害派遣招集命令が発令された。 被災者への生活支援活動等や在日米軍等の救援活動の円滑化を図るための通訳に従事した。初めての招集命令のため、これまで準備していなかった個人装備品の充実や予備自衛官の勤務している官企業との調整がうまくできるかが問題となった。なお、2016年の熊本地震に際しても約160名の即応予備自衛官が 招集されている。2012年、平成24年3月財務省は、東日本大震災における予備自衛官制度の運用について調査を行った。その総括によると、被災地域外に出頭可否の事前調査を行ったところ、出頭可能と回答した予備自衛官は2割弱にとどまり、その中で被災地の増援要請により、 防衛省が出頭を打診した者が155人で、実際に出頭した者は、事前調査対象者全体のおよそ0.4%の103人で、制度として、機能不全となっている実態が明らかとなった。ただし、出頭できることを表明しているにもかかわらず、最終的に出頭の打診や、出頭命令がなかった予備自衛官も多数いた。分析の結果、 予備自衛官制度の維持には年間80億円ものコストがかかっているが災害対処時に予備自衛官を十分に動員する運用体制が確立されていなかったと結論付けたこの結果を受け財務省からは出動者へのインセンティブを増やす災害招集への拒否に対する罰則規定を設ける等の改善案が示されたこのほか災害派遣等で 駐屯地が留守となった場合の決裁責任者が不在になる等の問題が発生し、予備一等陸佐創設のきっかけの一つとなった。通常、自衛官の階級は陸上、海上、空将以下二等陸士、二等海士、二等空士までの16階級であるが、予備自衛官の階級は陸上自衛隊では14階級から、海上自衛隊では12階級から、 航空自衛隊では10階級から構成される。予備自衛官の階級においてはそれぞれ通常の自衛官の階級の上に予備と関することとされ、予備一等陸佐、予備二等階佐、予備一等空位を最高位とし、陸上自衛隊では予備二等陸士、海上、航空自衛隊では予備一等海士、予備一等空士をもって階級第10から13位として定められている。予備は、 予備自衛官補、一般公募の終了者のみであり、現職から予備自衛官になった者は、一市以上の階級が指定される。また、予備一等陸佐は、連隊長、もしくはそれに相当する職の職務経験者に限る。2018年4月より、予備一等陸佐の採用が開始された。公での登場は、同年10月14日の中央関越式において、 元第28普通科連隊長、関東補給所課長の吉原和弘予備一等陸佐を指揮官とする軽普通科連隊が臨時編成され、関越更新した。現在、技能、一般公募において任用された予備自衛官補が、所定の招集教育訓練を終了した場合、応募した公募区分及び資格、経験に基づき、以下の職種及び階級を募集している。 勤務成績等に応じ、承認の道が開かれている。なお、臨床心理士、弁護士、司法書士なども、任用資格に追加されている。下記の表は、資格試験や、大学の難易度や、競争率によらず、ニーズや社会情勢にじてその資格に対しての、募集役職、任用する階級は年々変化しうる。そのため、その年において、どの階級、地位に、 各有資格者及び経験者を募集するかは、予備自衛官補の採用ページを参照のこと。また、予備自衛官以外の公的機関の職員、採用試験では全く異なる任用規定となっているため確認が必要である。予備自衛官に任命された者は、自衛隊法第53条及び自衛隊法、施行規則第41条に則り、 以下のような宣誓書に署名捺印をすることが義務付けられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。